サイテーションとは、アメリカ合衆国の競争馬、シュボバである。アメリカ競馬市場における最強馬のうちの一頭とされ、1948年に全て対象でアメリカ三冠を達成したほか、市場初の100万ドル獲得ホース、20世紀のアメリカ記録となる16連勝、38連続連帯など数多くの記録を残した。 ブラッドホースによる20世紀のアメリカ名馬100戦では万能王、セクレタリアとに次ぐ第3位、ESPN による20世紀のトップアスリートベスト100では人間以外としては上記2頭に次ぐ97位にランクされている。場名は表彰状の位。愛称はビッグサイ。1945年4月11日にウォーレン・ライトシニアが アメリカ合衆国ケンタッキー州に所有するカルメットファームで生まれた。血統を見ると、父が大守母バブルリーで、母が第17代ダービー伯爵の生産場、ハイドロプレーンである。母は現役時代は未勝利に終わったが、その父はハイペリオン、母はエプソムオークス優勝バトボガンという両決で。 ニューマーケットで行われたセリー市で、ウォーレン・ライトが2940ドルで購入している。サイテーションは、その3番目の産区である。生まれた当初、サイテーションには見るべきところはなかったが、成長とともにたくましい馬体を見せるようになっていった。サイテーションは1947年4月22日に、メリーランド州のハバード・グラース競馬場でデビューし、一着となった。 サイテージョンはこの年に急戦して8勝を挙げ、アメリカの最優秀2歳馬に選ばれた。唯一の敗戦は、ワシントンパークフューチュリティで、同じ旧車のヒンバ・ビウィッチの2着となったレースである。当レースは調教師から機種へ指示が出され、同級車でサイテージョンと同じく当時無敗であったビウィッチに勝利を譲ったも、当然のレースであったとされる、翌1948年。 2月に、ハイアリーパーク競馬場で4つのレースに出走し、すべて優勝した。そのうち、セミノールハンデキャップでは、前年度のアメリカ年度代表バーアームドを破っている。フラミンゴ優勝後出戦機種のアルバート・スナイダーが事故で、行方不明となり、急遽、エディアー・ーキャロに乗り換わることとなった。アーキャロが、初めて騎乗した、チェサピーク・トライアルでは2着に敗れたが、 その後チェサピークステークスとダービートライアルを連勝し、アメリカ3冠競争第一戦のケンタッキーダービーに向かった。レースでは2着のコールタウンに3馬新ファンのキサをつけて優勝した。この後サイテーションはプリークネスステークスとベルモントステークスに出走し、いずれもスタート直後から先頭に立ちそのままゴールする、走りで優勝、史上8頭目のアメリカ3冠を達成した。 三冠達成後、サイテーションは9連勝し、20戦19勝で、この年のシーズンを終えた。年間19勝、年間獲得賞金70万9470ドルは、共にアメリカレコードで、満場一致で、年度代表馬及び最優秀3歳馬に選出された。1949年は、左前足に急接縁を発症し、 さらに急接縁を発症したのと同じ箇所の件も痛めたため1年間の休養を余儀なくされた。そのまま引退を進める意見も上がったが陣営は獲得賞金の世界レコード更新と100万ドル突破という記録の達成を目指し現役を続行させることにした。復帰後のサイテーションは勝ちきれず1月の復帰戦優勝後は5戦連続して2着を続けたが6月3日の ゴールデンゲートマイルハンデキャップでは、ダート1600メートルの世界レコードを記録して優勝し、獲得賞金を92万4631ドルとしてスタイミーが保持していた、収得賞金の世界レコード91万8485ドルを更新した。その後に戦して2回2着となった後で、左前肢の状態を悪化させ、9千二勝2着7回の 成績でこの年のシーズンを終えた。獲得賞金100万ドルの記録達成のため、サイテーションは翌1950年も現役を続行した。4月の復帰戦では3着となり、デビュー以来更新し続けていた38、連続連帯の記録が途絶えた。その後も2戦して3着5着に終わったがここから。 サイテーションは調子を取り戻し、アルゴノートハンディキャップで2着になった後、3連勝を達成した。この中には、賞金額10万ドルのハリウッドゴールドカップが含まれており、同レース優勝によりサイテーションの獲得賞金は108万ドルに達し、史上初の獲得賞金100万ドルを達成した。調教師は、ハリウッドゴールドカップ優勝後も現役続行を希望したが、 馬シのカルメット牧場は、獲得賞金100万ドル達成によりサイテーションの競争馬としての役目は終わったと判断し、同馬を引退させ、シュ馬としてカルメット牧場で繋ぎようすることにした。サイテーションの種ボ馬成績は初年度3区から、プリークネスステークス優勝馬のファビアスが現れるなど、初めのうちは好調であったが、年を追うごとに低迷していった。 1969年に種ボバを引退し、翌1970年8月8日にカルメット牧場で死亡した。サイテーションの遺体はカルメット牧場の敷地内に埋葬された。ありがとうございます。